とということでですね、まずはですね、ヤンボウのですね、えー、展示で、えー、今回はですね、フライミー・トゥーザムーンという、えー、展示名です。で、まあ僕がヤンボウってヤヤンボーヤンボボって言ってるのがな,なんでまあヤンボウかっていうとですね、えーとまあ、ヨウハクっていう名前なんですね。えー、と、ちょっと画面変えますね。じゃあ。えー、今日はね、ちょっとね、僕の顔を上にちょっと位置してみようかなと思ってます。で、これちょっとなんかあのおかしかったらあの特注で変えますね。 えー、まあこういう字なんですね。ヤンボー。ヨーハクって書いてヤンボーっていうもんですね。で、えーとまあ、ヤンボーヤンボーって僕呼んでるんですけど、えー、ので、まあ、ヤンボーって僕、今日も呼ばせてもらいますね。で、まあ、彼はあのずっと音楽をっ、まあえー、と、ピエール・パオロ、えーと・パゾリーニってあニパいリ映画監督のパゾリンニですねあの。キリストの映画、えー、とゴルゴダの丘 だっけえっ、ー、とごめんなさいえっ、ー、とタイトルちょっと忘れちゃったけどあのキリストの映画とか撮ってるあのパズリンですねえー、の名前を書いてあったりしてね PPP ピエールピエパオロパズリンにああピエフって言わないのかこれあれあれかあのフランス読みしちゃったけどえっ、ー、とですねあーえーまあピエールかなですねえー ねまあこういういこれあの昔の作品ですけどね、えー、そういうね必ずね、えー、彼ねネタ元がある作家なんですよで僕ねちょっといきなりもうね核心のことをね、えー、話してしまいたいと思うんですけどね、えー、これまでもこのプサ TV で「花なさ TV」で絵画についてはです、ね、いろいろ取り上げてきたのは取り上げてきたと思うんですねただえっ、ー、とですね最近っていうかまああの近代以降と言ってもいいし、うん、グリーンバーグ以降 ああでも、グリーンバーク以降ではないね。近代以降って言った方がいいと思うんだけど、絵画っていうものがどういう歴史をたどってきたかっていうことをまず考えたいんですね、えー。そうするとですね、絵画っていうものはですね、絵画を描くとために絵を描くということだったんですよ。えー、だ、まあ、これちょっと変な言い方でしょ。でもね、あのー、 まあこういういの自己研究的なっていうふうに言ったりしますけど反省的なっていうふうにも言ったりしますねえリフレクトリフレクションリフレクティブなえ反省的なって言ったりもするんだけどあのーえっとえ、まあ、絵画とは何であるかを示すのは絵画によってやるっていう感じでえあるいはですねこれまああのデュシャンがまあ一応元なのかもしれないあの僕はねそういう解釈しないけどね 僕はそういう解釈はしないけど、でも、アートとは何なのかっていうのを、まあ、これ、デュシャンが突きつけたっていうふうに考えてみるとね、あの、それって僕、すっごい浅い考えだと思うけど、でも、えっ、ー、と、デュシャンはもうそんなレベルじゃないですけどね。だけど、まあ、そういうふうに考えてみましょうよ。あの、泉ですね。あの、便器を横にしたやつ。えー、で、あれを考えてみると、その、アートに対して、これがアートなのかっていうふうに問いかけるっていうこと自体が、えっ、ー、と、アートなんだ。ファインアートなんだっていう、えー、まあ、 うーん所作っていうかな、になってきたわけですね、芸術は。えー、だからまあ、だからまあ、そのアート・フォー・アート、あの、本当に、あの、アートのが自閉していくっていう状況が生まれかねないわけです。で、まあ,あ、グリーンバーグ批判なんかはそういう批判ですよ、基本的には。なんですけど、えー、っと、あの、だからね、 最近の絵描きの人もそうだし、まあ、僕の言及もそうだったと思うんです。この放送で常に言ってきたことも、絵画、これが絵画的にどのように面白いのかっていうことを、その絵画の中から読み込むっていう、ペインティングの中から、ね、読み込むっていう作業を僕ずっとしてきていたと思うし、基本的にはそういう絵画の見方っていうのが、まあ、リテラシーの高い見方なんですよ、一応。 えー、そういうのが、まあ、リ,テリテラシーなのねあの能力っていうか教養っていうかになってるわけですねというふうに一般的になってるわけです、えー、で僕そういう見方しちゃうんだけど僕もねただやっぱり僕はすごいと思うのはねヤンボウがねあのヤンボウはねちょっとねあれあこれ大丈夫かあのねそれをね超えてるというかヤンボウってね絵のために絵を描いてないんですよヤンボウは何か別のところにちゃんとね あの表現したいものがあってそれを絵で描いてるんですよだからねこれあの英語的に表現するとね Make the arts of painting っていうのがあの普通の多くの作品だと思います絵の,絵の作品を作るんですよいいかなだから Make the arts make the,、uh、the artworks っていう感じかなアート works of painting なんですねなんですけど えっと、ヤンボウは make the artworks by なんですよ。by painting なんですね。えー、だからもちろん絵画っていう,う手法が取られてはいてもちろんそれはすごく重要な要素なんだけどでも彼が表現したいものっていうのは絵画を描きたいっていう欲望じゃないっていうことなんです。これはですね、あのー、ものすごく重要なことですよ。あのー、多くの場合ね、絵を描きたいっていう欲望だけで あのー、美術を始めてしまうっていう人はすごく多いわけですね。でそれはね僕あの悪いとは言わないあのねものすごい快楽だと思うんですよ絵画を作るっていうことで自己研究的にねどん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 ですね、えー、還元主義的に、えー、深いところに入っていくっていうことはすごく面白いことだと思うしあのー、もう何とも言えない快感があるんですそれはね勉あの作品を見る上でもそうなんですよあのそういう作品ね切り詰められた作品ってすごい面白いのよやっぱり。あのー ね、フランク・セラとかもそうだと思いますね。えー、ああいう作品ってだんだん切り詰められて変遷していくわけだけど、まああいうのやっぱ面白いんですよね。なんだけどなんだけどやっぱり、えー、とそれだけだとやっぱり行き詰まりますよね、うんあの。こちらにやっぱり何かを届けるっていうことはとても難しくなるあのし非常にテクニックもいるしあのスノップになっていっちゃうんですよね。 だから結局はね、知的なゲームになっちゃうのね。あのー、まあ知的かどうかわかんないな。でもなんか単なるゲームになっていっちゃうのね。あのー、ゲームをひっくり返すやつが面白いみたいな感じになってし,しまうんですね。えー、で、ヤンボーはね、もう全く違うところにあるね。だからやっぱそれすごいと思う。あのー、だってこれとかね、これ昔の作品ですね。これね、これヤンボーがね、どうだろう、半袖とか着てるあ、半袖着てるからこれ夏だから。ということは、あの、あれですね。 えっと芸祭ですね。あのー、芸大の文化祭で、えー、出していた作品だと思うんですね。で、えっ、ー、と、なんですけどね、これだって、ね、ピエール・パオロ・パズルーニって書いてるだけだからね。でもね、まあ面白いよね。こういうところとかもね、ちょっと緑が残ってたりとかするわけね。で、こう PPP って言って、こう四角で並んでてとか、こういうのをね、視覚的にパズルーニを、これどう考えればいいんだろうね。<laughs> あのこれもものすごい面白いよね。これやっぱこいつすごいやつなんですよ。であの、まあ、もうちょっと見ましょうか。でねなんかねなぜか分かんないけどこの時ねプロレスをテーマにしてたんだよね。俺ちょっとよく分かんないんだけどこれちょっとね忘れちゃった。でも多分ねなんかね、ま、マスクが重要なんだと思うんですよマスクがね。ねでこれまあ見ていただければ分かるように僕さっきねその絵画のための絵画じゃないっていうようなね言い方をしたけどでも実はすごい絵画的でしょこれ。 えっとね、ごめんなさいね、ちょっとね、えー、っとね、ちょっと一瞬ね、映像変えますね。理由はあります。あの、<laughs> ポインターをちょっと出したいんで。はい、すいません。はい、ね、えー、と、これですね。えー、っと、こういうところね、こういうところ、ちょっとこう、質感が、こう、あのつるっとした質感してますよね。ところがですね、さっきのやつ見るとですね、ほら、絵画的にもやっぱり全然違うんですよね。 あの油です。彼は基本油です。で、あのー、まあ、こういうところはとっても面白いですよね。こうなんか色も本当に独特の色し使ってますよね。うん。あの普通こういう色はあんまり使えないですね。あのくすんだ色っていうかね。あのー、なんかね、ネットとかでこういう色使うけどね。ですよね。うん。はいはい。えー、こういう作品だった。 まあ一番初めですね。こうすっごい分厚いさねあのキャンバス使ったりとかね。えー、まあ、キャンバス自体は別にあ,あの薄いけど、あの、なんていうの,あの枠がね、太い枠使ってたりとかね。まあ、こういう面白いこと。はいはいこう、もう、もりもりもも。もりもりっていう感じでもないね。絵の具持ってるっていうのとこれまた違う作品なんですけどね。うん。なんか、これね、これもマスクのをしてるあれでしょプロレスでしょ、ね、あ、これ、棒 <laughs>。ヤンボーの棒かな。はい。 これね、このプロレスラーの元ネタ忘れちゃったんだよな。これはなんかね、袋のね、ねえっ、ー、と、パンの袋ですよね、の、なんかインス、まあ、あの展示ですけど、これはヤンボーですね。まあ、今もなんかこんな感じですよ、ヤンボーね、でね、まあ、変わんないな、ヤンボーも。<laughs> で、まあ、ちょっとヤンボーの作品、かあのねあ、顔を見ながら話しましょうか。ヤンボーとね、僕が初めて会ったのはね、大学3年生の時なんですよ。で、あ、ヤンボーがかね。 えっと、で、ヤンボーは、えっとねあ、まずね、一番初めは、まあ、ちょっとヤンボーの情報を言うとね、えー、っと、2001年に日本に移住してるんですね。小学校ぐらいの時って言ってたような気がするんですよ。で、仙台に来てるんですよ。で、中国ですね。えっとね、何省だったっあ,あ、湖北省か。湖北省。で、だから、まあ、完全にその日本語喋れない状況でから来てるんだけど、だからお父さんお母さんすごいですよね。 でまああの激動する中国から来てですねまあ今も全然あの彼はあれですよ当然家族とのつながりはかなり深くてですねえよく中国にも帰っているみたいなんですね、まあ、まあこれテキストに後からあの出てくるんでまた言いますけどねで、えー、とその中で、えー、とまあどういう経緯で、えーとお 芸大にに来るここととなっったのかっていうことちょっと、どうだったかな聞いたことあるかもしれないけど、なんか、まあまあなんか美術が好きでやることしか、あんまりこう、おしゃべりな作家じゃないんですけど、まあ、よくしゃべってくれるんだけど、おしゃべりっていう雰囲気の作家ではないんですね。ものすごいボソボソしゃべるんですけど <laughs>。<laughs> で、一番初めにね、だからね、あの、3331の芸大の3年生の,の展示ありますよね。あれの時に僕会ってると思いますね。多分あ、徹底か、まあそれは間違いないんだけど、 でヤンポが誰と同学年だったか忘れます貞タダコイチローか、伏せり太郎か、どっちかですね。あの辺の学年です。だから、2年ぐらい、2、3年前に多分、修士を出てますね、彼ね。えー、ヤンポはそういう、それぐらいの年。あ、でね、年はね、ちょっとね、えっ、ー、と、上なんですよ。彼らより。だから、20代後半なんじゃないかと思うんだけど、今。うん。まあまあ、それぐらいの作家ですね。で、あのー、僕、すごい覚えてるのはね、その時ね、 まあ面白いやつと話してた面白い作品があったら話そうみたいな感じでそれね僕ねでも,もしかしたらねそのキャンサーのメンバー全員で言ってたのかもしれないんだよねなんだけどそこであのね菅君がね菅君とこいつ面白いなっていう感じになっておいみたいな花房さんみたいな感じでいたぞみたいなあいついたぞみたいな感じで行けみたいな感じで行けみたいな感じで話に行けみたいな感じで菅君はさ自分から話しかけてその何て言うかなその っっかかかたりしないからねで僕はまだその時は、うん、だいぶ前ですよだから5年どころじゃないですよもっともっと前だからねあのまだ若いからいろいろ攻撃的なことも言ってたわけですよでヤンボーとあのその時ね結構長い間話したっていうのを覚えてるでああ面白かったなーみたいな感じで書いてた,ただね僕その時の作品覚えてるのは結構珍しいことなんだのその時何だったかなでもね今みたいなスタイルでしょもうすでに で、その時ね、多分ね、音楽の話あんましなかったんじゃないかな、ヤンボで、えっ、ー、と、後からまた書いてるんだけど、えっ、ー、と、今回のその、えっ、ー、と、Fly Me to the Moon っていう、うえっ、ー、と、えー、タイトルは、あ、Fly Me to the Moon Sequence で1と2っていうのがあるんだけど、えっ、ー、とね、3MCs and 1 d j って書いてあるけど、まあ、これちょっとよくわかんないけど、あと、また後から聞いてみなきゃいけないけど、本人にまた聞いてみますけどね。 えっとね、フラミトゥ・ド・ムーンってあの、一番有名なのフランクシナラ・シナトラなんですよね。1960年ぐらいにシナフランク・シナトラがカバーした、えっ、ー、とまあ,あの、あのね、ウィキペディアとかであの読んだらジャズナンバーって書いてた。まあまあ、あのジャズっぽい感じですよね。あのまあまあ、ジャズナンバーって言っていいのかなわかんないけど、まあ、あの、えー、歌ですね。フライミトゥ・ド・ムーンってやつ。 んふんフんフんってやつですね。はい、で、えー、っとね、まあそれを元にしてるんですっていう、そういう展覧会が今回の展覧会でした。はい。なので、まあそれについて話しますね。だいたいそういう、ね、音楽についてね、元にしてるんでね。はい。あ、なんだけどね、その前にもう一ついきましょうか。これがね、シューシューのね、を出たときのですね、展示なんですね。あ、で、これはすぐ分かる。あ、俺これ話したっけ俺なんかここでなんか話した記憶が出てきたぞ。突然。これもう簡単ですよね、これは。 ねあとおお簡単ですよねって言って俺いきなり名前が出てこなくなったあれじゃんねあのすごい売れたいやつじゃんバッドガイの人ですよバッドガイのえー、っと調べようこうやってねすぐ検索できるのがよくないよねバッドガイくソえー、っとあビリー・アイリッシュねビリー・アイリッシュ ねビリー・アイリッシュですよね。よいしょ。はい。ね。えー、だからまあ、ビリー・アイリッシュが何なのかよくかね、ウクレレ弾きながらっていうね。まあ、そういう作品ね、これね。うん、面白いよね。あ、これでも違うか。あ、ごめん。これ違うわ。これね、これは、あれだ。えーと、3331でまたグループ展やった時の展示ですね。すいません。でね、こっちがね、 えっとね、まあ、あ芸大の卒業なんですね。でね、これを、これすっごい,い,い作品なんだけどね。あの、これとこれね。これはね、元ネタがありましてね。これがまあ一番わかりやすいんですよ。これね、これどういうふうに、ここにまあ人いますけどね。ここに人いますね。おっとしょここね、ここに人いますよね。ここに。 これ何してるかわかりますかねおしっこしてますよね。はい。うん、ということで、これが元ネタなんです、実は音楽の。えー、っとね、な、誰かと言いますと、えー、パティ・スミスなんですね。で、パティ・スミスのですね、えー、っとですね、えッシングイン n リー n in a ですね。ピッシングインナリ a r i っていう、えっ、ー、という、えー、っと、歌です。はい。で、 まあ、あのパティ・スミスよね、あの女性シンガーとして、えーっとまあ、非常に有名な、えー、っと方ですよね。なんか結構あのフジロック来てたみたいですね。えー、2000年代初めとかみたいですね。えー、で、まあセンとか、ね、すごいメッセージ性は強いし、あの女性シンガーというか、まあ、女性のロックっていうかなあの、えー、ロックシンガーとしては本当に、えー、っと初期から活動してる。70年ぐらいなのかな、えー、から まあ70年だから一番いい時期ですよね、だからに、に、えー、活動始めてっていう、まあ、まだね、えー、現役で活動されてる方です。あ、あれですね、で、ボブ・ディランの、あの、最近見たので言うと、ボブ・ディランの代わりに、ボブ・ディランがあのあれじゃないですか、ノーベル文学賞かなんか取りましたよね。文学賞だったのか忘れたけど、ノーベル賞取りましたよね。で、そ,それで、ボブ・ディランと仲いいっていうか、まあねあのか、だから、あの、あの、 ボブディランの代わりにに賞式に行ってましたね <laughs> そういうのありましたね。今、ふと思い出しましたけどね。はいはい。ねはい、でね、えーとまあ、ちょっとこれ歌詞を見せたりはできないんでちょっと言いますので、ピッシング river, ・イン・ナ・リーバー、ウォッチング・イッチ・ライスだから僕、これね、どういう風にピッシング・イン・ナ・リーバーを解釈するかって難しいと思うんだけど、ピッシング・イン・ピッシング・イン・ナ・リーバー、おしっこをあのこれあの川にこうビューっとこう、対してやってるのか、 でもそおし、そういうことなのかなこれ。あの、あれこれ、川の中でっていうふうに書いた方がいいので、watching it r i e なんですね。だから、it と、まあまあ、まあまあ、そういうことですね。タトゥー、タトゥーですね。タトゥーフィングス、シャイ、ウェイフォンミー。え、voices, voices, メスマーズ voices, voices, ベクノ、ベ、なのこれ、ベコン、ベコニング。 せこれ本当こんなし,しこれ俺僕が見てるサイトがおかしいかな。I pass the password twisted. まあまあそうですね。I pass the password twisted.She's a、so、twisted. crow while defeated. はいはいはい。えー、っと、I got it.From me, River. これね読んでもどういう意味かやっぱすごいよく意味わかんないなうんーーマグネットあーなるほどねものすごい比喩的な詩だねやっぱりこれんまあでもなんか恋の要素みたいなのも入ってるような気はするね すっごい詩的な歌詞なんだな、これ。なるほどね。うーん。まあまあ、でも聞いてみてください。ピッシングイ g in t h River っていうね、えっ、ー、とね、タイトルです。僕も聞いてみようかな、今。えっ、ー、とね、あ、そういえば、あの、そうですよね。あの、一番有名なアルバムのタイトルがホースイズっていうタイトルなんですけど、それの表,あの表紙が、あの、ロバート・メイプルソープですよね。これはすごい。メイプルソープ、あの、 のね本当にめっちゃかっこいいですけどね、この時のパッティ・スミス。めっちゃかっこいいけどね <laughs>。あのー、まあまあそうですよね。はいはい、そんなんがあったりしますね。えー、っとね、まあそんなところかな、これに関してはね、うん。で、これはね、すっごい作品だと思ったね、初め見た時。すごいね、小作なんです、これ。これは超名作ですよ。うん。でね、 これねどうかな画像を見て何か感じるかに、ね、あの彼ってねだからねこれね絵画としてうんぬんかんぬんじゃないんですよで物語ともまた違うんですよだからね歌っていうものに確かに近いのよやっぱやっぱあいつロックなんだと思うんだよねあのー、歌って不思議ですよね歌って別にさ物語とかに感動するわけじゃないでしょだからなんかロ,ロック なんてまあ結構単純な音楽なわけだけどでもすげえ感動したりするわけじゃないですかそれって我々のの何を揺さぶっってているのかっていうことなんですよこの今現在ただ音楽ってさ現在,現在のね今こうでしか聞けないあの芸術作品みたいなねあの音っていうの消えちゃうからねっていうふうに言われたりするけどでもその音楽がを解釈している我々の身体っていうものはこう過去と連なったね 身体でありその感動する心っていうものはあの心って脳だからねこう記憶の蓄積にあるものなわけですよだからね何かしらのね要するにね記憶がね揺さぶられてるわけですよだからなぜかわかんないんだけどこんなにねほとんどもろにね音楽をネタにした絵画でありながらものすごいノスタルジーがあるでしょう で、これ別にこんな場面、まあ、あの我、僕ぐらいの時はまだなんか川っていうかね、僕は岡山だから用水路っていうのがいっぱいあってね、用水路有名でしょ、知ってます、岡山。あの用水路がその辺にいっぱいあるんですね。だから、用水路におしっこしたみたいなね、そういうのはなんかまあ、あ記憶としてあるけど、別にそんな記憶は、ああ、懐かしいな、もうクソもないわけですよね。なんだけど、これってなんでこういう。 熱造された記憶みたいなものの懐かしさみたいなものを拾う能力が非常に高いんですよね、あいつね。やんぼ。はい。まあ、そういう作品ですね。これちっちゃいけど、こいつものすごい名作ですよ。はい。これもいい作品。これはね、でかいです。これはね。これは大きい作品なんだけど、えっ、ー、と、フォーエバーって書いてあるんだね。うん。おしっことこれフォーエバーって書いてあるんだろうか。フォーエバーっていう歌詞あるかな、どっかに。ちょっと待ってね。フォーエバーはなさそうだな。うん。フォーエバーはないな。うん。 これ違う歌から持ってきてんのかなもしかしてでもなこれ川だからつながっていますよねでなんかこのねなんかこのなんかピンクな感じもねなんかねそのノスタルジーを誘うでしょう夕焼けみたいな感じなんだけどねちょっとわかんないこんなに青いしね夕焼けじゃないいやーいい作品ですよ、ね、これ新宿ですよね小田急のねあの中にビッグカメラが入ってるってやつ うん別になんかね難しいことやってるわけじゃ全然ないんだよなあでもなんかまっったことはしてるねでもこのぐらいのことはするからね不思議な絵だよねあこうもものすごい才能があるんだと思うんなんて書いてあるこれアンデバーって何アンデバーって何 あ、アン d e v ーか。あ、フォーエバーアンドエ e v か。っていうことか。ね。これがね、多分ね、終始のね、卒業制作だったと思うんですね。で、その後、3331で、まあ、展示をしていて、それがね、まあ、これですね。ね。えっ、ー、と、まあまあ、さっきのあれですね、ビリー・アイリッシュがあったりとか、この辺誰だったかな。 あ、これあれですね。これノッキオンヘブンストアですね。で、ノッキヘブンストアは、あの、これも皆さんご存知かな。あの、いろんな人にカバーされてますけどね。あの、ボブ・ディランですよね。で、えー、っと、じゃあ僕、ボブ・ディラン聞きながらやろうかな。ボブ・ディランもね、で、えっとね、 なんかね、ちゃんとね、えー、と僕、スポティファイで聞いてたらね、ちゃんとね、ノキンオンヘブンストアの、ねえーとね、カ,バーをカバー集作ってくれてる人がいてね,、えー、とね、アブリル・ラビーンとかね、ガンズアンドローゼスとか、えー、とエリック・クラプトンなんかが出てきてますね。はい、ねで、これ、あのね、まあまあ、ボブ・ディランいいんですけどね、結構ね、アブリ,アブリルいいんですよね。僕、アブリルのカバーすごい好きですね。 うん。アブルもやっぱ才能ありますよね。はい。えー、なのでね、これもぜひ聞いてみてくださいね。はい。ちょっとここを飛ばしますか。あー、MC5 ですね。MC5 は c ー o l って書いてあるんですね。あ、イギー説。イギーポップですね。イギーポップが、えー、MC5 はクールだって言ったっていう話。かことなんだこれら。これ知らなかったけど、いい話だな。<laughs> えー、そうなんだ。 えー、これなんだろうねこれも変わった絵だなものすごいこうなんかなんか変な話あのあれだねセザンヌの生物画みたいだけどそういうことって言いたくないよねヤンボの作品についてはねちょっとなんか下品な感じがしちゃうよな,なんかね <laughs> 下品って言うとおかしいかねなんかねちょっと違うなって感じですよねそういうことじゃないんだよなヤンボの作品みたいな。 そんな感じがね、ちょっとしちゃいますよね。まあそれがやっぱね、やんぼの凄さですよね。ね。もうちょっと見えますか。はい。これはレコードじゃねえや、シンバルだな。ね、こっちはね、シンバルですね。えー、えー、と、あ、あれですね、左のやつは星でしょうね。星がこう、なんかちょっとこう、瞬いてるっていうかね。えー、そういう感じですかね。ちょっと待ってくださいね。 えっと、次行きましょうか。あ、これはちょっとディテール。What is the spinning like on Jupiter and Mars? これはですね、えっ、ー、と、あ、これ確か Fly Me to the Moon だった気がする。Fly Me to the Moon だから、えっ、ー、とね、こっち,ちょ、これはちょっとね、Fly Me to the Moon の、ね、歌詞を後からね、話すときに言いますね。確か Fly Me to the Moon だったと思うんだよね、この歌詞は。 えっとね何ですかあえー、っとそうですねはいこれでもすっごいい言葉なんだけどねものすごいいい言葉だと思うこれねねねえー、っとマーズってなんだっけマーズってなんだっけ火星とえー、っとあごめんジュピターが調べなきゃいけないのか 十ぴえ、か、<laughs> 火星がマーズで。ジュピターなんだっけ。ああ、もう平原綾香出てきたよ。そうじゃないよ。違う、違う、そのジュピターじゃない。木星か、火星と木星か。だ、悪いスプリンクラーいく。スプリンクラーいく、うん、ジュピター、マーズっていうことでね。ね、火星や、ど、ええー、と、木星で。 春だよね春ってどんな感じなんだろうっていうことですね,ねわあねあのこここの表現にちょっと凝ってたのかもしれない夕方表現っていうかねこれを完全に画面切ってねこういう風にねうんどこの町だろうねこれあでもなあいつ山に登ったとかって書いてあったんだよなあのね彼ね実はねその えとロックの、ねまあ、音楽にももちろん影響を受けてるに間違いないんだけどでもね、ねヤンポーが楽器やるっていう話聞いたことないから多分楽器をどうなのかなやるのか分かんないですけどあんまりが楽器を弾くっていう話聞いたことないな,そういうかな僕はちなみに、ね、一応、ね、楽器もやってたんですよ、まあ、やってたっていうか別にで,あので,き,、ま、できるんですねギターとか、ね、ベースとかね一応弾けるんですね。はい、はいい だからね、ちょっといいギター欲しいなって思ってねなか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 こうちょっとね思い切りがつかなくてまだ描いてないんですけど、ね、えー、っとねはいはいねこういう感じねまあでもやっぱ絵としてもいいよねこれねうんこれは画面構成してるけどねこれ珍しいこういうタイプの作品あんまり描かないような気がするけど あこれマーズって書いてあるのかなあ、違う、ムーンだ。ねんんこれね、もうね、今回の展示に入りました。はい、ということでね、これ、これまあね、なんていうかな、ちょっとフライヤーみたいな感じでちょっと書いてたんだけど、これ、こういうタイトルですね。えっ、ー、と、f l y Me to the Moon で、Sequence Two ですね。Sequence o n d で、3MCs and One d j で、ヤンボー。 えですねだから多分だから誰かボーカルが2人いてまあ3ボーカル3人に一、えー、人の DJ っていうまあタイトルにしてるこれなんか意味あるっていうかまあなんかヒント的にちゃんとつけてくれてるとは思うんだけど本当はねでね一番初めの、ね、これクジャク見ましょうかねクジャクでねこの花でヤンボがですねちゃんとですね結構長めのテキスト書いてまして ねそこも偉いですけどね、えー。長めのテキスト書いててね。これがね、すげえいいんですよ。あいつね、もう本当に上手。あ、エヴァのエンディング曲。その通り。エヴァのエンディング曲です。よく <laughs>、フライミートゥーザムーンね。そうよね。あの世代的にそうなりますよね。あ、世代的にそうなるって知らないわ、関口さん。どれぐらいの年か。<laughs> ま僕の世代なんかもそれ。フミーム で,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 でね、あれですあれです,れですそうそうそう。ねでね、えっ、ー、と苦ク,クの話からいきますね。まずね、一番初めね、苦ジっていう話ですで、実家の近くに苦ジがいるあの場所があるんだって、湖北省のね。で、そこに行って苦ジ、えー、縁があったことを思い出せるみたいなこと書いてるんだよね。で、えっ、ー、とね定石の前ね、えー、とお城の後の、ま、前に、 えとクジャクがねオスのクジャクピョーってやつねが羽を広げていたっていうのが思い出されるんだけどそんな劇的なことはないだろうからまあ捏造かもしれないよねっていうところから文章始まるんだようんそうそうあでねさらにね次ねえっ、ー、とね回る回るぐるぐる回るでこれ誰なの あのバンよくき高校の頃によく聞いたバンドの曲に、まるまるぐるぐる回るという歌詞のものがあるというふうに言ってるんですね。うん。まあそんな話があって、その後ですね、で、ぐるぐる回ると言えば、えー、っとね、あ、これ俺なんて読むのかわかんないんだよね。あの、台風の歌ね、ハッピーエンドの。ハッピーエンドのね、これなんて読むんだろう。ハッピーエンドの、 風にね、台って書くんだよ。あ、これ台風でいいのか。ごめんごめん。これ台風でいいんだな。台風ね。こんな難しい字使わないでほしいよね。台風っていう字なんで、はなと歌があって、でその中に台風がね、ぐるぐる、飛びはは、るっていうやつがあるんですね。でもね、本当は違うと。 ね、ぐるぐる飛び回るじゃなくだと思ってたんだけど聞いてみたら「踊り回る」だったっていうんだよねでこれはねあのヤンボーの,の,のテキストとしてもいいしそのハッピーエンドのことについてもすっかり重要なことを語ってると思いますね飛びまこれすごい簡単ですねだから雨とか風が飛び回るんじゃなくて踊り回ってるっていうんだよねこれ一番最後の,あのなんですけどかなりかなりとかまあ実際一番最後ですね の歌詞なんですけどねこれ、えー、とすごいですよね。あだからあのあそのあ水とか風とかに主体性を見るんだよね。そっち側にね。うんはい、で,で,でも、まあ、そんなことをそこからね、多分語りたかったんだと思うんで、いろいろ言いたかったと思うんだけど、でもその後書いてあるのそんなことを語ったらね、えーと、大学の時にボブ・ディランをか語ってね、 ボブデュラーについて話して叱られた時みたいにまた文句言われるかもしれ,んれないって言ってでその後の文章いいよでもやっぱりどれだけ勉強したところで僕が過去について何かを分かるということが未来にあるとはとても思えませんでした、ね、僕が過去について何かを分かるということが未来にあるとはとても思えませんでした、うん まあそのままの表現じゃないとダメだよね。だ、うん、から、まあ、過去が分かんないということなんだけど、そういうことじゃないよね。過去についてな何か分かるということは、未来英語ないだろうっていうふうに言ってるわけだよね。うん。ね、で、突然、なんかそこから思考が飛んで、ギルギル回るプロペラが4枚もついているので、ドローンはやっぱりいいなと思って、そのうち僕も欲しいと思ってます。こういうのがまた、なんか懐かしい感じを思い出すでしょ。ねえ。 あそそうそうなんかその後ねいろんなところに行ってみたいなこととかいう話をしたりするわけだけどまあまあでもねこれの文章は本当にいい文章なんだよね <laughs> なんかね幼虫とか嫌いみたいねなんかそういう話とかもあるんだけどまあまあそういう話ですねはいでこれ要するにこれはですね実際えっ、ー、と2年前にクジャク見てるんですね えっとね、で、まあ実際はメインの行事だったみたいなんだけど、クジャクを見るっていうのかね、えー、でもなんか、えーとね、忙しかったから、あの記憶は曖昧になってるっていうようなことを書いてますね。うん。はいはい。で、ちっちゃい頃にも、まあなんか家の近くにクジャクがいたような気がするみたいなことも書いてあるわけですね。はい。で、クジャクを書くということですね。まあまあ、だからこの記憶っていうかね、だからやっぱノスタルジーなんだよね。うん。 これをテーマにしてるんですね。これドローンですね。さっき話しましたね。ぐるぐる回りのをぐるぐるから、えー、と連想したこう、うん、ドローンですね。ドローンぐるぐる回ってるのが4枚もついてるドローンっていうことですね。はい。えー、で、これムーンアンドビーナスって書いてあるんです。これね。ムーンイズゴーンああ、なるほど。そういうことか。こっち、こっちムーンだけど、ムーンは行っちゃったって。これ欲しこれがそうだと思うけどね。うん、なるほどね。 あでこれで写真は終わりか、ね。でね、もう一個ね、ユーカリオでも展示してた僕ね、ちょっとそっちね、生き逃しちゃってね、あれだったんですけどね。まあまあ、ちょっとそういうこともありますよね。しょうがないですよね。うん。でね、ちょっとね、歌詞をね、えー、っとね、フライミートザムい e ましょうかね。フライミートザムね。えー、っと、フライミートザムのなんか作品を見ながら話しましょうか。 あてかこれがいいかこれがいいなあれこれどうだったっけなこれ今回飾ってんだったっけな今回飾ってんのかはい。で、Find me to the moon.Let me p l a y a m a n d the stars かなで、えっ、ー、と、まあ、スター、スター、あと星の中で遊ばせてよみたいな感じで、遊ぼうよみたいな感じか。遊ばせてよってことですね。Let me see what spring is like え。えっ、ー、と、火星や木星では、春ってどうなってるのか、僕に教えてよ。 In Other Wars, これね、実はね、もともとそうそう、In Other Wars っていうタイトルらしいんですよ。えっ、ー、と、In Other Wars って、まあ、日本語にであの言い換えると、言い換えるとっていうことですよね。In Other Wars っていうことですね。えっ、ー、と、で、その後ね、すごいですよ、えー。Fly me to the moon。と私をあ、あ、で、これはあ,れあのフランク・シナトラが1960年に歌って有名になったのって、あれみたいですね。あの、えっ、ー、と、アメリカの、 あの月の月面着陸、ね、の時にすごい有名になったみたいですね。はい。えー、みたいですね。だから私を月にあの連れてってってことですね。えー、と、飛んで連れてって、えー、星の間で遊ばせてよ。火星や木星の間で、どんな火星では木星で、春ってどんなものか、春がどうなってるのか教えてよ。それはね、私,を私の手を握ってってこと。in other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me なんですよ。だからね、darling, kiss してよ。fill my life with song. えっ、ー、と、私の、えっと、私のライフ、life、まあ、わた私を、私を歌でいっぱいにしてって感じか。fill my life with song.and let, let me sing forevermore.、えー、で、そして歌わせてよ。ずっとずっと。 You are all I long for, all I worship. まあそういうことですね。はい。ね。だから、これだから愛の言い換えの歌なんですよ。これ実は。ね。で、最後は、in other words, please,、uh, please be true. えっ、ーえー、と、だから、だから、本当でいてよ。で、in other words, 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 I love you. で終わるんですね。えー、そういう歌なんですよ。 ものすごく綺麗な歌詞なんですよね。えー、ねだからこいつ、だからこいつ <laughs>、ヤンボーのね、ヤンボーってねき、描きたいのって結局何かっていうとね、歌って言ってもいいんだけどね、要するに愛だね、愛。<laughs> こんなことを言うのもなんどうなのかと思うけど、でも僕そうだと思うな。あいつが描きたいのってそうだと思う。だから、ノスタルジーっていうふうに僕言ったけど、それもなんか結局さ、愛情の一種、なんかこう、 愛情が表現、愛情がエクスプレスされたもエクスプレッションの、愛情のエクスプレッションの一つだと思うのね。あの、ノスタルジーっていうものはね。うん。だからこういう,う,いうのってさ、そのさ、街に対する愛がさ、思わず出ちゃったっていう感じでさ、はあ綺麗ねみたいな。ね、そういうものだと思うんですよ。で、彼が描きたいのって僕はそこ、それだと思う。だから、 もう愛おしいんですよねこの作品がものすごく愛おしくなる作品なのでそれはあの絵画の中に閉じこもってないからだよね彼がねやっぱりその人生の経験上のこともあるけどいろんなものを受け入れてね、えー、でその拒絶せずに生き,たこと生きてきたことっていうかなそういうことがねすごくね出ているんですよねあのすごく素晴らしい作品だと思いますね で最後にもう一つだけね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ヤンボウがですね、えー、話したみたいなんですけどね、えー、これもね、えー、配布されていた、えーとまあ、ハンターアートにあったんですけどね、えっ、ー、とね、彼はね、えー、こういうふうにね、えー、言っていたそうですね。はい、で、まあ、えっ、ー、と、まあ、中国に彼帰ることもできたけど、えー、日本に、まあ、そのまま残ることにしてるわけですね。で、そのまま日本を拠点にすることを選んだようは、 と、えー、いうのはのはことですね自分がどのような需要をこれまで行ってきたのかを考えることはそのまま自分のあ自身のアイデンティティをたどる過程でもあり自分がそうした文脈によって育てられたことをとても自覚しているがゆえ自分の経験から拾ったものを作品のモチーフに選ぶことに自信を持っていると言いますとこれちょっと文章が悪いけどあのあの何というかなえー、っと 要するにね、この自分の経験を絵に描くということつまり言い換えると彼が、えー、拾うまあ拾うっていうか、ね、選択するっていうことなんですよこれ彼がセレクトするあーモチーフに俺は自信があるんだっていうことをはっきりと言ってるわけですねこれはねものすごい宣言ですよ俺のモチーフは面白いって言ってるんですよで これね俺のね絵は面白いとかね俺は絵がうまいじゃないんだよ俺モチーフ選ぶのうまい俺のモチーフは必ず面白いそれはものすごい感覚を常にこうビンビンに立たせてねあのー、生きているということの証拠ですよねこれはねなかなか言えることじゃないですよねあのー、でもヤンボウと作品を理解するっていうか見るときにあのー、感じるものとすごく一致していると思いますよ だから彼はその常にね自分が見たような見ているかどうかわからないなぜなら、えー、過去を、えー、分析するだっけ過去を彼が書いていたようにえー、っとあ過去についてわかるっていうことは未来、えー、これからも、えー、ないからなんだけど過去をセレクトするっていうことについては自分は自信があるって言ってるんだよこれすごいこれ見事な表現だと思いますね <laughs> 僕が勝手に付き合つなげて読んだだけだけど <laughs>。あの、別の紙なんですけど、これは。あの、すごいです。で、彼の作品を見たらですね、本当にそういうものがあると思いますね。えー、で、あのね、まあ僕もね、あの、はじめ、僕は初めにですね、紙読んだりあんまりしないんですよ。バーっと見るんです、まずはね。あの、じっくり見るっていうことをするっていうのをまずはですね、ぎゅーっとこう、ぐぐぐっと見ていくんですね。 その後、ハンドアウト読むんですけど、ハンドアウト読んで、まあ、それで、さらにこう、あの、面白いときは、長時間見るしっていう感じにするんだけど、あの、まあ、ヤンボウのもですね、先に見ることはないわけですよ。なんだけどね、あの、その、あの、まあ、ノッカノキのヘブンストアとかあるのはわかるけど、これはわかんないじゃんすぐには。What is spring like uh, uh, on Jupiter and Mars? はわかんないですよね。で、あの、これを見たときにね、 はあっつって <laughs> なるほどなーって言ってまあ音曲を全部思い出せるわけじゃないからさはあっつっこうなんかかすかな記憶を頼りにさこうたどっていくっていうかね何をたどってるのかそれでもよく分かんないんだよ自分の記憶をたどってるのかたどらされているのかうんまあそのたどりながらねたどると言いながら捏造してるのかよく分かんないね そういうね、全然違うところに連れて行ってくれるっていう体験をね、させてくれるのがね、ヤンボウの作品だと思います。うん。ということだと思いますね。ちょっとね、うん、なかなかうまく言えなかったな。あの、僕はね、ずっとね、実は今日、あのヤンボーのね、えっ、ー、と、が、あの、いろいろ言及している音楽をね、えー、ずっと聴き続けていたんでね、いろいろ考えちゃったから逆にあんまり喋れなかったな。まあまあ、でもとにかくね、あの、素晴らしい作品なんですよ。 なのでね、ぜひね、これからもね、ヤンボウに注目していただきたいと思います。ということでですね、はい、えー、洋博、ヤンボウのですね、え展覧会名としては、フライミート・ダムスイえクエンス2の方だけですね、紹介させていただきました。はい、え以上になります。ありがとうございました。はい、ということでね、えプはなぷさ TV、このチャンネルの方にもですね、ぜひチャンネル登録と、え いいねですね。よろしくお願いいたします。